どうもカンナです。今回はですね、初めて北海道に行ってきます。今空港なんですけど、今回は3泊4日で行くんですけど、もう予定ぎっしりで、アイスホテル初めて行くのでちょっと楽しみです。あとはまあご飯も多分相当美味しいだろうし、今回はステーキと、ステーキ、はい、ハンバーグと、最高ですね。最高です。カンナの大好物です。なんで今回はちょっと4日間北海道を楽しんでいこうかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、見ての通り北海道着きました。もう銀世界いやもうやばい、綺麗。今回イベント出させてもらう、じゃあゲームリワーサルさんですね。すごくないですか？夜だとめっちゃ綺麗。氷でできてます。これ看板なのかな。すごい。そして雪もすごい。じゃあどうですかこれ。でもこのこっち見てください。こんなに全部雪です。すごい。こんななんかなんか異世界ね。そうそう、異世界シーン見てください。あちらもじゃあ氷のバーですね。ちょっと入ってみましょうか。ちょっと人ちょっといるからなんか、はい、これも全部氷らしい。どうすか、テーブルも氷、氷、壁もね、壁 氷です。今日はカンナちゃんに、まあ、ファンの方もたくさんいらっしゃっていただいているので、日頃の感謝を込めてカンナちゃんからプレゼントを何点か用意いただいているので、じゃんけん大会をこれからして、勝った方にプレゼントをさせていただきます。サロ活動家の朝倉カンナです。今日は、サミットから来ていただきありがとうございます。少しですけどありがとうございます。少しですけどサイン書いてキャップと T シャツを持ってきたので、ぜひ皆さんじゃんけん勝っていただいて持って帰ってください。今日はよろしくお願いします。はい、それではチャンピオンに入りたいと思います。それでは、いきます。最初はグー、じゃんけんポン。はい、グーの方、グーの方、グーグー T シャツですね。まあ、そうですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、あとですね、これからカンナちゃん、ちょっとだけ DJ チャレンジするんですけど、いいですか？じゃあ皆さんちょっと盛り上げてください。お願いします。アイスホテル、アイスホテルです。氷のホテルに行きたいと思います。これ道です。ちゃんとしたこれ道です。道を作られてます。すごいね、道を作るってすごいただの雪ですからね、が道になってる。3つありますね。各部屋で別々の人たちがちゃんとデザインして作ってるらしい。お邪魔します。
うわあ、でもなんかあったかい、あったかいです。あ、本当だ、あったかい。全然気温が違う。なんかあったかいです。これベッド、ベッドですね、多分ベッドですね。マットレスが敷いてありますね。すごい、氷のベッド。あ、でも全然あったかいわ。隣見てみますか。行ってみましょう。お願いします、ね、はい、いきます。次のお部屋です。すごい、わなこれ、わなにこれ、すごい、すごい、すごい、ほら、下これ、ほら、なんかこうダイヤみたいな、クリスタルみたいな、すごい、また違うお部屋ですね。これもここが、真ん中がベッドです。え、これもう雪やん。これもベッドということで、なんかすごい個性的です。どうやって、じゃあもう一個いきます。お、ここは独特ですよ。お、何ですか、何ですか、これは。これは何だろう。お風呂、お風呂、井戸。なんかちょっと個性的、個性的です。これがベッドですね。ちょっと個性的ですね、こちらは。女性の方だと思う、多分作ったのが。この発想がすごいですよね。ね、氷でホテルを作るっていう。こんな感じですね、はい、この3、3つ。今回イベント呼んでもらってる、ね、初めて北海道来たんですけど、結構雪やばいらしいです、今回。初めましてなのに。相当あれなんですけど。ピンポイントで。だけど、しっかり楽しめそうですね、はい、あのイベント自体は多分2月までやってるのかな、はい、2月の前半ぐらいまでは多分やってると思うので、皆さんもぜひ、あのこんな雪が降ってなくてもパパッと来れると思うので、イベントもなんかまた定期的になんか違うイベントがあるらしいので、ぜひ皆さんも来てみてください。